インターネットビジネスってことを最もわかりやすく教えてくださったのはネオヒルズの重鎮だったと思っています。その中の一番、スタートで私がなるほどと思ったのは、インターネットビジネスってのは通販と広告に分かれるんだよってことですよね。で、通販をするにしても、広告をするにしても共通しているのは集客をすることなんですよね。お客様を集めなければ商品の売りようがない。 誰かの商品の紹介のしようがない。まあ、そうなってくると、やっぱりどこかでね、商品が作れないうちは広告に頼らざるを得ないんですけども、商品が売れるほどのメディアができたら、もうすでに自分の商品を売ればいいってことになってます。で、かつてのね、ヨザツはそのこんなこと言ってましたね。あの、やっぱりインフルエンサーじゃなくてメーカーも兼ねないといけないと。まあ、こんなことを言っていたような記憶があるんですよ。正確には覚えてないんですけども。で、納得したのはそこなんですよ。うん 確かにね、インフルエンサーとして多くの人に、このアイス美味しいですよ、このお店いいですよっていうふうに知らせる能力とかね、影響力っていうのは大事なんですけども、そのお店とかその商品が自分由来のものだったら最もいいわけですよね。自分で作った商品を広めていくみたいなね。まあ、そうすると、確かにサポートの手間とかかかりますし、商品作りの手間はかかるんだけども、でも自分の目の届く範囲で商売ができるっていう意味では、きちんと自己完結の責任が取れるのかなと、最もやりやすい方法だと思います。 うん、でも、昔ね、その、プロダクトロンチっていうのがあって、そこにはインタビュアーさんと、それからパネラーさんが出てきてね、いろいろ喋るわけですけども、そのお二人ともが、えー、本来売るべき商品の責任を持っていないっていうところで、ただ個人的な感想を台本元に喋ったタレントになっているだけってことで、まあ、責任の所在が曖昧になっていくのと同時にあの、誰がそれを売ったのか、誰が最終的に責任を持つのかってことが非常に曖昧なまんま、いい加減なものが売られてきた。そして台本も途中からね、 いかに商品の良さを伝えるかではなくて、いかに人を騙すかってことに、まあ、重きが置かれて、まあ、商品の中身なんてのはね、それこそね、マトリックスアフィリートバキューみたいな感じだったわけですよね。まあ、そう考えていくと、うん、やっぱり私も自分の商品を、きちんと責任を持って紹介した方がいいかなと思いますし、仮に人の商品紹介した時には、その人がですね、その紹介をした人が、寝返ってしまったらね、お前のせいだってことになりかねないんで、 確かに最終的に責任を持つことは、それはね、あの、必要ないと思いますけども、でも自分の情報発信から信用を落とすってことに関しましてはね、やっぱり、えー、ジョイントっていうのは、最も慎重にならなくてはいけないのかなと思いますよね。まあ、もしくは自分がジョイントするときは、これは案件ですよってはっきり言うことで、あの、バイアスを取りっぱらうってことが大事なのかなと思いますよね。メーカーになれってことですよね、きっとね。メーカーになっていこう。なった。頑張れ。<laughs> いってらっしゃい。